パーベル・アレクセイエビチ・ロトミストロフは、ソ連の軍人、戦術家。装甲戦車兵草原水。ソ連邦英雄。第二次世界大戦中、第五新鋭戦車軍の司令官として、プロホロフカの戦いに参加した。トベリケンスコボロボ村出身。カジアの家庭に生まれる。四年生学校で学び、卒業後は、ペノにて、鉄道妊婦としてボルガ川上流より、 タルキ木材を運搬し、ロシア革命までは、サマーラで200人婦として働いていた。1919年、赤軍に入隊し、サマーラ労働者連隊に配属され、ブグリマ郊外の戦いに参加した。同年、全連邦共産党に入党。その後、公平家庭を終了し、西部戦線第16分第42、平坦大隊に派遣された。 クロンシュタットの反乱の鎮圧に参加したが、負傷し、入院後帰郷した。スモレンスク不評学校卒業後、リャザンの第149狙撃連隊の中隊政治委員となり、その後、ウラジーミルの騎兵偵察大隊の政治委員となった。1922年、全ロシア中央執行委員会軍事統合学校に入校。1924年、 第11狙撃手段第31連隊の小隊長。4年後、フルンゼ名称アカデミーで教育を受け、1931年の卒業後、チタのザバイカル狙撃手段本部第一班長に任命された。1933年、独立赤旗局東軍本部作戦科副課長に任命。1936年3月、第一班長。 1937年、第21不評手段霊下第63、狙撃連隊長。1937年10月、モスクワのスターリン・ローノー赤軍自動車課、機械化士官学校の戦術講師を務める。しかし、当時赤軍に吹き荒れていた大粛清の間の手は、ロトミストロフにも及び、人民の敵として粛清されたミハイル・サングルスキー。 中将、セルゲイ・ジェレフツォフ少将らと関係があったとして、独立赤旗局東軍第一師団司令部、第二班の管理課長へと左遷、さらに、同化の解体と、ソ連共産党からの除名処分を受ける。しかし数ヶ月後、ソビエト連邦共産党中央、起立検査委員会より党への復帰が認められ、除名処分から、開国処分に減刑された。 1939年、戦車の運用における理論が評価され、博士候補の学位を取得。1940年冬戦争勃発に伴い、北西戦線の広報支援部隊指揮官に任ぜられるが、本人の希望で第7軍令下第35、軽戦車旅団の大隊長となり、ビボルグにて、マンネルハイム戦突破戦に従事。この功績が評価され、 12月、ゾイ・バルト特別軍管区第3機械化軍団第5、戦車師団の副師団長に任命。1941年5月末、第3機械化軍団参謀長に任命され、独祖戦を迎える。第3機械化軍団は、第11軍と共にシャイリ方面に退却したが、ドイツ軍に包囲された。包囲からの脱出の際、軍団は解散された。 その後、ロトミストロフ大佐は、北西戦線の第8戦車旅団長に任命された。1942年初め、第7戦車軍団長に任命され、6月末、第7戦車軍団は、第5戦車軍に配属された。エレツ地区への移動の際、第7戦車軍団はドイツ第11装甲師団を攻撃し、これを撃破した。 8月、第7戦車軍団は、第1新英軍に配属された。スターリングラード郊外での反抗の際、ラチコフスキー地区で先行を上げ、第2新英軍の編成下で、ドン軍集団の撃破に参加した。その後、3個軍団からなる機械化軍を指揮。1943年2月中旬、第5新英戦車軍司令官に任命された。ロトミストローフの、 第五新鋭戦車軍は、史上最大の戦車戦であるプロホロフカの戦いに、参加した。その後、ロトミストロフ戦車兵大正機下の第五新鋭戦車軍は、ステップ戦線において、ドニエプルトカ作戦に参加した。1943年10月から、ピャチハトキ、クリボイログを攻撃し、キロボグラードを解放した。1944年1月、 コルスンシェフチェンコ作戦に参加。2月21日、装甲戦車兵減衰の階級を授与。8月、赤軍装甲戦車、機械化兵副司令官に任命。終戦とともに、在独ソビエト軍集団装甲戦車、機械化兵副司令官に就任した。戦後、ドイツ中流ソ連軍を呼び、極東軍管区にて、装甲戦車、機械化兵司令官となる。 1948年、モスクワに戻り、クリメント・ボロシーロフ高級士官学校の副局長、局長を経て、同学校を卒業し、以降教育畑と研究畑を歩む。1956年、総合、機械化兵アカデミーの講座長を務める。ロトミストローフは、多数の科学論文を執筆し、同年、軍事科学博士の学位を取得し、 1958年、教授の称号を授与された。1958年、高等教育施設担当国防次官。1962年、走行戦車兵装減衰の階級を授与。1968年、健康上の理由により、国防省総幹部に移動。1982年死去。モスクワのノボジェビッチ墓地に埋葬。 軍事科学博士、教授、ありがとうございます。